出雲の奥に出雲の奥に像出雲の奥に没年、不明は安土桃山時代の女性芸能者。ややこう踊りをもとにして歌舞伎踊りを創始したことで知られており、この歌舞伎踊りが様々な変遷を経て現在の歌舞伎が出来上がったとされる。一般的には彼女による奥に歌舞伎の誕生には名古屋三三郎が関係しているとされ、三三郎の亡霊の役を演じる男性と共に、 踊ったといった解説がなされることが多い。お国が演じていたものは茶屋遊びを描いたエロティックなものであり、お国自身が友情的な側面を持っていたという可能性も否定できない。なお、現在では、出雲の奥に、出雲の奥にと表記されることが一般的であるが、彼女の生存時の歴史資料にはこのような表記は発見されておらず、これらの表記は、 九伝を筆記したもの、あるいは、17世紀後半以降、彼女が伝説化してから広まったものと考えられる。京都国立博物館修造、阿国歌舞伎図屏部六曲一席、資本金字着色。奥に歌舞伎発祥地出雲国付き中村の里の谷や、中村三衛門の娘であり、出雲大社の御子となり、文六年間に、 出雲大社官人のため諸国を巡回したところ、評判となったとされている。慶長5年に国なる人物が、ややことべを踊ったという記録があり、この国が3年後の慶長8年に、歌舞伎踊りを始めたと考えられている。東大期によれば京で人気を得て、伏見城に参上して、たびたび踊ることがあったという。当初は、市場原の仮設小屋で工業を行っていたが、 やがて、北の天満宮に低舞台を張るに至った。慶長8年5月6日に、女院御所で踊ったという記録があり、文献によって踊った者の,の名称が、ややことべ、やや、子を取り、かふきを取りと異なっている。このことと記述の内容から考えて、慶長8年5月からあまり遡らない時期に、歌舞伎踊りという新たな名称が定着したと考えられている。 内容面でも可愛らしい少女の小歌踊りと考える、やや小踊りから、傾き者が、茶屋の女と戯れる場面を含むようなものに質的に変化したと考えられている。お国の歌舞伎踊りは、名古屋三座不老役の男装したお国と、茶屋の娘役として女装したお国の夫、三十明が濃密に戯れるものであった。一座の他の踊り手もべて異性装を特徴としており、観客は、 その盗作館に公用し、最後には風流踊りや念仏踊りと同様に出演者と観客が入り乱れ、熱狂的に踊って大団円となった。このように、お国が歌舞伎踊りを創始するに際して念仏踊りを取り入れたとする記述が一般向けの解説書や高校生向けの資料集により一般的であるが、この従来説に対してやや小踊りの一座やお国が 念仏踊りを踊った可能性は低いと主張する者もいる。奥には、慶長12年、江戸城で肝心歌舞伎を上演した後、消息が途絶えた。慶長17年4月に、御所で歌舞伎が演じられたことがあり、奥にの一座によるものとする説もある。没年は、慶長18年、昇法元年、万事元年など小説あり、はっきりしない。出雲に戻りにになったという伝承もあり、 出雲大社近くに、奥二のものと言われる墓がある。また、京都大特寺の三原院にも、同様に、奥二のものと言われる墓があり、夫であった、名古屋三座の墓と共に並んで供養されている。なお、旧暦4月15日が、阿国期と言われている。奥二一座は、京都での人気が衰えると、江戸を含め諸国を巡業したが、歌舞伎踊りは遊女屋で取り入れられ、 当時各地の城下町に有利が作られていたこともあり、わずか10年余りで全国に広まった。遊女歌舞伎は断層した遊女と遊女のわ雑な掛け合いに奥に地座にはなかった、三味線による林がついたもので、お客にとっては遊女の品定めの場であった。寛永六年、江戸幕府が風紀敏乱の取り締まり、自社で、すでに徹底されていた女人禁制との整合性、および、 江戸時代になって制度としても全面的に強くなり始めていた男尊女卑の傾向から女性の芸能者が舞台に立つことを禁止したとされる。国なる踊り子に関する資料には次のようなものがある。ありがとうございます。